アップル iPad iPad Pro 9.7インチ iPad Pro 9.7インチ iPad Pro はアップルが開発、販売したタブレット型コンピュータである iPad シリーズにおける最上位モデルとなっている2016年3月21日スペシャルイベントの基調講演で発表された従来までの iPad Air にの実質的な後継モデルとなり a アー2のサイズの中に12.9インチモデルと同等スペックの機能を搭載。しも、術のオプションへの対応や、ユニボディ1体系の4つのスピーカーを搭載している。ストレージ容量は 32GB、128GB、256GB を用意。カラーバリエーションは、シルバー、ゴールド、スペースグレーに加え、iPhone6S で追加された。 ローズゴールドが加わった4色となっている。iPad Air にや先行した12.9インチモデルよりも機能が向上しており、ディスプレイは従来よりも最大25%高いサイドを実現した高色域ディスプレイを搭載と同時に ICC プロファイルに対応、さらに環境光センサーによって周囲の光に合わせた色温度設定を自動で行う。 トゥルートオンディスプレイにも対応した。アイサイトカメラは1200万画素、FaceTime カメラは500万画素と画素数が上がり、アイサイトカメラでは 4K 動画やライブフォトス 1080p のスローモーション撮影が可能となり、iPad では初となるトゥルートオンフラッシュやフォーカスピクセルズを搭載、FaceTime カメラではレティナフラッシュに対応している。 Wi-Fi、セルラーモデルの通信スペックも LTE の対応バンドが23に増え、LTE アドバンストに対応したことで、最大 300Mbps での通信が可能となる。また、これまで別途用意されていた Apple SIM を内蔵しており、既存契約している通信会社の SIM とは別に、内蔵 SIM で渡航先での短期契約を行うことが可能となった。当モデルは iPad Air にと、 サイズが同じだが、マグネットの配置が異なるため、iPad Air2 用の Apple 純正スマートカバーを流用することはできない。iPad Pro の画面スペックを活かすため、専用のオプションが2つ用意されている。ありがとうございます。